バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママの陽子です。今夜のバニラスカイ、2024年2回目の放送となります。まだ今年始まったばかりなのに、私にとっても、そして皆さんにとっても、きっとね、皆さんにとってもハッピーなニュースたくさんあります。最後までね、今日もイチャイチャとお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。今日はですね、背中に熱い視線を感じながら収録をしておりますが、ゲストっぽいゲスト、イッシーは見てはいるけど喋らないみたいな感じでね、お届けしたいなと思います。なのでテンションがいつもより緊張してなのか、気を使ってなのか、ちょっと低めでね、低めな声ではございますけれども、でもね、楽しく収録しておりますので、そこはご安心くださいませ。でね、実はインスタのね、ストーリーとかにちょくちょく、うちの、テンシーズテンシーズという名前を夜中につけたんですけれども、今日ですね、この放送がある時間帯にはリクシル鹿児島様で、陽子はキッチンのプロモーションのイベントをしております。お料理を作って皆さんに召し上がっていただくという、でその後はセンテラス天文館という商業施設でね、もうそこのセンテラス天文館の公認ストリートライブシンガー陽子でもありますから、もう夜だいたい11時前後まで歌ってますね。もう昨日だって気づけば、2時間ちょっと歌ってました。で今年は2回ぐらい2時間もぶっ通しでお水も飲まずに歌ってるとかね、まあちょっとバカなんでしょうね、私もね音楽バカというより歌うことバカみたいに最近はなっておりますけれども、まあちゃんとね、体調管理しつつ、声帯もケアしつつ、ケアというか、まあちゃんと気にかけつつね、やっているんですけれども、まあとにかく今日もね、朝起きてからずっと音時間のために活動できている自分がいること、それを理解してくれる家族がいることっていうのがね、本当感謝だなと思っております、しみじみと。まあそんな感謝の気持ちをね、このラジオではゲストとして出演させないみたいなのが旦那さんに仕打ちではございません、感謝の気持ちの延長線上でございます。あ、でまあインスタの話はまた後々しましょう。では今夜1曲目お聴きいただきたいのは、ロックナンバーの陽子でフリーダム。風を切って新しい道を行く、体ひとつ感じるままに進め、スタートなんて遠い昔さ、両手握り力強く走り抜く、ミラーに映る過去まで脱ぎ捨てて、右手を回しスピード今に飛び込んでゆく。
知らない街に待っている仲間と前に広がる果てしない空後ろに過ぎる時を忘れて国の地図を破り捨てて自分の足で追求せ世界に一つの心で決めて続いてゆく夢に向かってフリーダムをつかめバンバンフリーダムバンバン Yeah yeah 曲はヨーコでフリーダムでした。実はこのフリーダム、このレコーディングした時よりライブの時の今のね、今のヨーコめっちゃかっこいいんですよ。で YouTube か YouTube のミュージックビデオを見ても、このミュージックビデオがきっかけでね、映像監督をその後からねさせていただく機会になったんですけれども、まあとにかくなんかこうういういしいんですよね、私にとってはね、この作品が。でもっともっと、まあ、あの頃はなんていうのかな、綺麗に歌わなくていいんだよとか、MC とかもね飾らなくていいとか、で自分でいいんだよって、だけどやっぱり若い時ってね、よく見せようって思ってなくても自然とそうなっちゃいますよね。それが若さなだけにね、若いっていうのは多分経験値が浅いっていう意味でも若いっていうことかなと思うんですけれどもね。で私はその歌の先生をする時にね、生徒さんたちが今度発表会ライブがあるので、その日にライブに焦点を合わせてレッスンを行っている時にね、もう皆さん初々しいんですよ。だからこういうことを想定してこうしてみましょう、ああしてみましょうって言って、まあ一回歌うごとにねちゃんと課題を設けて皆さん取り組んでらっしゃる、まあ基本大人な方が多いんですけど、青春の輝きを私はレッスンをしながら見ていてね、あ初心って大事だよなとか、このキラキラ初々しさもう本当大事だよなって思ってね。でセンテラス天文館でこう毎日もう3日に2日以上2時間以上歌ってますとね、惰性的に歌っちゃいけないなってすごく思うんですね。自分が自分と2時間ずっと向き合って戦ってて、でそこにね感動していただいたり、何か刺さってもう覗き込むようにね、私のところにいらしてくださる方もいるんですね。音はね私の姿が見えなくてもどこからか鳴っているものなんですけれども、結構ね、え人が歌ってたとかねですごいうまいねすごいうまいねって、まあ、その曲がね結構ミーシャを歌ってる時に言われることが多くて、で自分の曲を歌うと、えオリジナルもいいねって言って CD も買ってくださる、ほんとね鹿児島県民だけじゃないんですよね、鹿児島の方だけじゃないんですけど、ほんといい人ばかりだな、いい方ばかりだなと思ってね。それにねなおさらこういい人とか皆さんのいい人とか増す話がね、わざわざインスタの DM で、あの時 CD を買ったものですがゆっくり聴いて本当にいい曲だと思います、東京ドームコンサート
東京ドーム公演か、応援してますって、行きますねとか、もうこうやって毎日ね、2人ずつ3人ずつ10人ずつとかね、こう着々と東京ドームコンサートに出してくださる3万人5万人のね、応援してくださる方というか、音時間を一緒に楽しんでくださる方がね増えていってるのを実感すると、めちゃくちゃね私はパワフルでしかいないというね、まあとにかく本当幸せな陽子はですね、まあ、この1月の頭のいろんな震災のことであったり事故のことであったり、人ごとに本当に思えなくて、でこの間はじゃんけんマンの、チームがね、能登半島の復興支援のための募金活動をね行っていたので、私たちは家族で1時間しかご一緒できなかったんですけどね、ご一緒した時にね、本当ね、なんか子供たちがね、そうハピコさん、私の大好きなハピコさんという女性がね、その方もすごくボランティア活動に熱心な方なんですけれどもね、で子供たちが一生懸命募金お願いしますって言って募金の箱を持っていて、それに子供たちが入れるっていう、そのすごくハッピーな平和なね、もうこの時間すごい素晴らしいよねって、私も本当そう思ってですね、でやっぱり若い方たちっていうのは本当教育がどん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 進化してるのでね、小さい時に自然と思いやりだったり優しさだったり、これはいいことっていう、まあ善悪の判別ってね、ちっちゃい子の方が意外とできてますからね、それを大人たちになるとね、やっぱりいろんな欲が出たりなんたりでこう濁ってしまうところもある人もねいらっしゃいますからね、まあ、そこがね本当シンプルにねこうそがれて、もう素晴らしい空間でしたね。なので募金金額も2日間で延べ8時間ぐらいだったのかな、6時間かな、で39万円集まったと、素晴らしいことですよね。なので私はね、まあ、歌って何かつながることがあれば、あと音楽を作って、そしてチームでね発信して何かつながることがあればと思って活動してますけれども、そういう復興支援であったりとか、あと家族が家族で幸せというのを認めてもらえるっていうのが今のこう素晴らしい、まあ、私なんかは歌い手としては今のモデルになることであるでしょうし、まあ高校1年生の娘なんかからしたらね、 YouTuber でお父さん、一般のお父さんがさ子育てをして、でそれで素敵だって思われてフォロワーが多いとかね、 YouTuber だけじゃない、インスタグラマーとか、まあ本当インフルエンサーですよね。だからそういうところを、まあ私なんかはこう二昔前だと家族を出さない方がいいみたいな風潮があったみたいですけど、石井さんたちの時代はね。だけど、まあ、石井も今の時代の人ですけど、まあ、今の時代に合わせてもらうならね、石井さんが赤ちゃんを抱っこしてそれを娘たちが可愛いねって眺めている、まあ、そういう写真一枚動画一つこそが平和のアプローチだなって思うと、もう私は夜中にね、上げずにはいられずに、そうこれがストーリーの話、もうインスタに上げたんですけれども、まあ、まだ期限切れてないので気になる方見てください、まあ、動画とかね写真とかで、まあ、私の身近なだけどみんなが一番大事にしたいハッピーであったり愛であったり平和なね、そうピースフルな発信をもっともっと強化していきたいなってね、ちょっとこの2024年まだ11日しかね経ってないけれども、この11日、大事な11日間でね、ほんとね極めなきゃなって心したところでございます。そんな陽子が、次の歌お届けしたいと思います。この歌は、平和を願って歌詞を書いたんですけれどもね、まだまだアプローチが足りないなと思わずにはいられない、そんな大人になっていく陽子でございますが、今日は、この曲をお届けしたいなと思いますのでね、これでご勘弁をというくらいの気持ちで、横でビューティフルデイズ。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては
壊されてしまう世界に正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら変わらないなら、選ぶ先にあなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それできなくても心と心抱きしめて空を見上げて勇気を出して、苦しみさえ笑顔に変えて空を見上げて心を強く悲しみさえ力に変えて紡ぎ合おう私たちの私たちの新しい日々。お聞きいただきました曲は陽子でビューティフルデイズでした。実はですね、まもなくもうずっと言っている宝山ホールコンサートの模様を、YouTube で発信いたします。ですのでね、そちらも本当楽しみにしていただきたいので、こんな声の陽子、こんな顔で、こんな感じで歌ってるんだなと、あ、イシーこんな人、シノンがねちょっと暗いんだけどね、あ、フォルムだけ、あ、こんなのがシノンかみたいな感じでねでのんちゃんがね全てねアンコールで持ってったんですけれども、1歳ののんちゃんがですね、ひとまずその1歳ののんちゃんが全てを持っていったスウィーティーからお届けしようかなと思ってますので、そちらもお楽しみにお待ちいただけたらと思います。
バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。早いものでこのバニラスカイ3年目を迎えますね。早いよね、めっちゃ早い。でね、ちょうどこの放送が始まった2年前かな、私この797@fmginowan.com もう10回ぐらい撮り直してましたからね申し訳ないんですけれども、この30分番組を実質喋ってるのは、15分から20分ないでしょ。これをね、もう2時間3時間かけてね、皆さんの力を借りて、撮り直しておりました。今ではね、このズーズーしさがね、ういういしさ今はないけれどもめっちゃズーズーしいの、何もかも。もうほんと営業をねするでしょう、自分で自分を織り込むのね。でね、あと何、ラジオもするでしょ。他にもラジオ番組持たせていただいててありがたいことに。でゲストでねラジオに出る時もまあしゃべりしゃべる。で歌を作るでしょう。で歌の歌詞もね、ようこスパイスを入れるのに、ある意味ずうずうしいから、これもあれもって考えて、じゃあどうやって削ぎ落とそうかなとかね、思考もパンクするくらいずうずうしくて、最近はヒョウ柄で目立とうっていうね、土壌なんでね、めっちゃ寒いし、もう手がかじかんで凍っちゃってね、フライヤーを配るのもね、フライヤーを受け取っていただくのもちょっとカチカチになってて、だけど普通の手袋じゃさ、もうなんていうのかな、もう手があったかいけど手が動かないのでね、指先だけ出てるやつをつけて、でもそれでも本当ね寒いから、鹿児島も寒いんですよ意外とね。だからね、役に立つんですよ、指先がない手袋も。そこも感謝ですよね、こんなの発案してくれてありがとう、私みたいなのが使うんだよみたいなね、そうなんですけれども、とにかくこのズーズーしさがね最近武器かなって思ってるんだけど、歌の時には本当マンネリ化しないように、もうね、聴いてる人たちがまた歌ってるよって思われない、何回聴いてもあやっぱ感動するっていう、そこのね今私の課題ですね。毎日さ1時間半ぐらい同じものを歌って、プラスアルファリクエストだったり、あ今日これ歌ってみようとかね、やっぱりね歌い慣れてない、昨日はエブリスイングとか雪の花とか、あとね名残雪も歌った、雪とか冬とかね連想する曲をね、名曲を歌うんですね。そしたらやっぱり若い方からね、先輩方まで知ってるいらっしゃるから足を止めてくださるし、とにかくねすごくね素敵な空間に包まれて、目の前でカップルがイチャイチャしてた方たちがもっとイチャイチャしたりね、お友達同士でね騒いでくださったりね、ほんとバラード歌っててもみんながキャッピキャッピしてくれると、あよかったなって、時にはねそういうお連れの方をそっちのけで涙される男性も女性もいらしたりね、ほんとねほんと嬉しい、皆さんありがとうって、いい人ばっかりだなって、また最初に戻りますけどね、ほんとねそういう毎日を過ごさせていただいております。今日最後の曲はバニラスカイ、今流れておりますが、よくこの歌を歌ってる時にね、どうだかっこいいだろう、ただこれを歌うともっともっとこうよく歌えるんじゃないかなと思ってね、自分と戦っております。そんな思いでねこの曲を歌っております。皆さんこの曲をね聴いている時はね、あようこ毎回こうもっと良くならないかな、こう届かないかなっていう風にね葛藤してるんだ、燃えてるんだっていうことをね、頭にどこかこうね思い浮かべながら、思い出していただきながらね聞いていただけると幸いです。ではでは、あっという間に今日の放送も終わってしまいますけれども、もう感謝の気持ちをね述べるとあっという間に時間は過ぎてしまうんですけれども、ほんとねインスタのストーリーとか、たまにブログ、今更ブログですけれどもね、そんなところでね、ようこのプライベートなところも見せつつ、ようこ自身が等身大でね飾らない、本当にようこはようこなんだなみたいな、アホやなこいつバカだなみたいなところをねどんどん発信できたらなと思います。ただ見た目は派手なんでね、これをね素朴な内面と、見た目の派手さを生かしつつ、ギャップ攻めでね今年はようこ年、みんなをようこの1年にしてやろうと思ってますんでね、
世界制服ならぬ、世界平和のね、まあ、制服的な感じでね、はい、お届けしていきたいと思います。この後もひふみずバーでございます。ひふみさん、今夜もハッピーな音時間よろしくお願いいたします。ではでは、1週間めちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。背中でずっと聞いている医師も、そしてリスナーの皆さんも、とにかく周りの方々もハッピーでありますように、少しでも地球との共存がうまくいきますようにという祈りを込めて、1週間過ごしたいと思います。では来週まで、せーの、バイバイハッピー。